レスボス島は、エーゲ海の北東部、トルコ沿岸に位置する、ギリシア領の島である。最大の都市、ミティリニから、ミティリニ島あるいはミディリ島とも呼ばれる。全域が、レスボスジオパークとして、2000年から、ヨーロッパジオパークネットワークに、2004年から世界、ジオパークネットワークに加盟認定されている。トルコの沿岸に位置し、トルコとは、狭い海峡で隔てられている。 面積は1630平方キロメートル。クレタ島、エビア島に次いで、ギリシャで3番目に大きな面積を持つ島である。海岸線の長さは370キロメートル。最高点は海抜968メートル。気候は温暖な地中海性気候である。地域に含まれる人口2000人以上の都市、集落には以下がある。人口の3分の一は、 島の東南部にあるミティリーニに暮らしている。ピーリー・レイースによるレスボス島の地図ペロポネソス、戦争中デロス同盟からの離反を試みて、失敗した際、アテナイでは過酷な処罰が決定されたが一夜明けて、変信したアテナイ市民がそれを覆す決議を行い、それを伝える船が、ま一発処刑の開始に間に合ったエピソードも有名である。主な産業は、農業。 漁業、観光業で農産物としてオリーブの生産が盛んである。また、中心都市のミティリニ市が岡山県牛窓町と1982年に姉妹都市提携を結んでいる。レスボス県は北エーゲ地方に属する行政区である。カリクラティス改革によってリムノス県が分離したため、現在のレスボス県はレスボス市一市のみからなる。 レスボス市は、北エーゲ地方、レスボス県に属する基礎自治体である。レスボス島全体をその地域とする。現在のレスボス市は、カリクラティス改革に伴い、ミティリニ市をはじめとする、レスボス等の13自治体が合併して発足した。旧自治体は、新自治体を構成する、行政区となっている。下表の番号は、下に掲げた。 旧自治体地図の番号に相当する。下表の旧自治体名欄は、無印がディモス、印がキノティータの名を示す。作法のイメージ。ジョン・ウィリアム・ゴッドワード、イン・ザ・デイズ・オブ・サッポウその他、古代ギリシアの文人には、レスボス島ゆかりの者も,も多く、レスボス島出身者として、詩人のサッポやアルカイオス、博物学者のテオフラストス、などが有名である。 現代では、1979年に、ノーベル文学賞を受賞した詩人のオデッセアス・エリティスが、レスボ島ゆかりの文化人であり、彼の名にちなんで、ミティリニ国際空港が、オデッセアス・エリティスと命名されている。サッポが、女性に対する愛を歌った作品を多く残した、ことから、英語では、元、レスボス人を指したレズビアンという語は、 後に、女性同性愛者を意味するようになった。女性同性愛の意味でのレズビアニズムという語は1870年から記録がある。20世紀以降、この言葉は世界各国に借用され、広まった。こうしたことから、レスボス島、特に、札幌の生誕地であるエレソスは、レズビアンにとっての観光名所となっている。しかし地元では歓迎されていないという。 島の名についても、レスビアンにつながる、レスボス島の名は避けられ、中心都市の名を借りて、ミティリニ島と呼びかえることが、地元では、一般的になっている。2008年には、正当な呼び名を奪われたことにより、島民は、権利と尊厳を損なわれているとして、島民を中心とするグループが、ギリシア国内の LGBT 団体、ギリシャゲーレズビアン連合を相手取り、団体名から、 レズビアンの語を削除することを求める訴訟をアテネの裁判所に起こした。裁判所は、島民たちがこの名称によって侮辱されたと感じる。理由はないとして、訴えを棄却している。ありがとうございます。